石原明の経営のヒントプラス第75回30代通信業経営者の方から、いただいてます、石原先生のご提示されているような時間管理をしていきたいと思っていますが、A4 の紙を前にして固まってしまう自分がいるのです、7つの習慣などを読んだりして時間管理を勉強していましたが、先生の成功曲線を描こうの本を読んでとてもスッキリしました。しかしまずは年間目標と思っても固まったようになって、自分の現実に向かい合うのが怖いのか、難しく考えてしまっているのか、何かこれを突破できるような考え方などはありますでしょうか、7つの習慣なんかで取り扱ってるビジネスのレベルが高いんですね。だからそういう要素を持ってる方にはあれがいいと思うんですけど、僕、企業研修とかやってるでしょ。そうすると、今のビジネスマンが30代ぐらいだったらこういう方がスッキリするんじゃないのと思って書いてるの で、はい、でその中に行動すれば次の現実っていうことが書いてあって、どっからでも目標を決めてスタートができますよと。目標の決め方も漠然とでいいから、3年先とか5年先とか思えるスタンスで、価値ある目標を設定して、それに対して今日目の前何やるかっていうことをリストにしなさいって言って、で紙とかに書き出したらスタートするんですよと。で行動すれば次の月なんで、その紙に書いてあることを行動すれば次の新しいチャンスとか可能性が見えるから、それをまた行動していけば意外に早くやらなければいけないこととかやりたいことが出てきて忙しくなるから時間経営が上手にできますよって話をしてるんですね。でその時にリストはどうやって書くかっていうと、書く時にはどれからやろうなんて考えないで全部書けばいいんですね。だから最初の項目にやたら重たい項目が出て、次の項目にすごい簡単な項目が出てもいいって思いつく限り、多分その個人の場合だと仕事だけじゃなくて、家庭のこととか自分のこととか趣味のこととかも全部書き出しちゃえばいいんですね、書き出しちゃったリストを見てどれから行動しようかって考えればいいんで、重大なことを書かなきゃいけないみたいなことになっちゃうと、ちょっと固まるかなっていう感じがしますね。やっぱりよくある、時間術の本とかと根本的に違うと思うんですよ、スケジュールの立て方とか Google カレンダーと同期してどうこうとかっていう、そこじゃないわ、例えばその顧客化の話をした時も、顧客化ってそもそも何のために必要で、こういうことがあるからこれした方がいいよねっていう、あそこから説明してあげればわかるじゃない。だから時間管理に関しても、あ、こういうことなんだな、なるほど、またやる価値があるよね、でなおかつやったらこんなことになるよねっていう、こう物を教える時にちょっと幅で教えるので、そういう感じになるんじゃないですかね、その忙しいからこそなんか先にやっぱり予定を全部入れちゃうとか、そういったことって僕の周りとか意外とそういうのやってない人、すごい面白いんだけど、この状況でほとんどの人がこうやるよねっていうのはだいたい間違ってる。みんながそれしてるからうまくいってないんですね。だからこの状況でみんながこういうふうに普通思うよねじゃなくて、本当はこれやった方がうまくいくよね、これを見つけた人が成功するわけで、そうすると時間もかかんないし、ストレスもないし、人がやってないから簡単にうまくいくしみたいなことが起きるでしょう、そういうのを成功曲線の本とかで書いてあげてるんで、買った人は得すると思いますけどね。なおかつ順番でまずこれやって次これやって次これやってって書いてるからすっきりするはずなんだ、親切すぎると思ってるんだけどね。でこれどうするかっていうと、書き出しちゃった後に自分の状況によってどういう項目からやったらいいかっていうのが分かってれば、なお書き出すことが苦痛じゃなくなるから、やってみたらいいと思うんですけど、だいたいこういうのを書くときって自分自身で変えようかみたいな感じで結構決意が強すぎちゃうんですね。それから人間ってその人の日によって体調も感覚も違うじゃないですか、でね、リストの使い方は、例えば今日元気でやるぞっていうときは項目の中の、重要な項目からやった方がいいんですよ。で重要な項目やればやるほどもっとそれが展開していくから早くゴールに行き着きますよ、で問題はそういうときはいいんだけど、そうじゃないときには多いよね。なんかいまいち体が重たいみたいな時あるじゃない、そういう時はね、試運転するといいんですよ。このリストの中で一番簡単にできること、それからやればいいんですよ。それやると頭が冴えてくるし、体もあったかくなるし、心も元気になってくるでしょ。それをいくつかやったら、じゃあ次何しようかな、やればやったことで次の展開が起きるでしょっていうこと、そういうふうな感じで受け止めてくれれば、そんなにストレス持ってさ、いいこと書こうみたいなことは考えないでいいと思いますね。まずエンジンをかけちゃう、でね、これ自分がうまくいってないとか落ち込んだ時に何からやるかっていう順番決めとくのってすごく重要ない。もう最初からそこまで考える。要するに自分の人生をどうやって思った通りに向かっていくかっていうことは、その時その時に合わせて自分がどういうふうにしとこうっていうのを考えておけばいいよね、だから落ち込んだ時どうするか、最初に早川君に電話するって決めてれば電話するじゃない、例えばこいつとこいつとこいつに電話するとかって決めとけばうまくいくじゃないですか、そんな感じなんですよ、昔セールスの教育する時にアポ取りの電話するって言った時に、多分今その状況で電話したらうまくいかないから、一番大好きなお客さん3人 に電話しなさいとか言ってたんですよ。そうすると仲のいいお客さんで自分のことを基本的にプラスに考えてくれるじゃない、で明るくなったら表情も声も変わるから、この状態だったら電話したらアポ設定できるよとか言ったらそうなるじゃない、
ていうふうなことを自分で決めとくとすごくいいんだけど、時間管理の場合は書き出したリストを行動に移して、はい、でやったことで可能性が生まれるから、はい、それをまた新しくリストに、うん、予定に入れていけばいいでしょ、はい、やればやるだけどんどん忙しくなって、はい、気がついた時にすごく楽しい状態になるということがあります。で問題は仕事が継続してない時だよね。ゴールデンウィークで仕事が5日間やってないですよ。これ人によって早く仕事したいっていう人もいればもう会社行きたくないっていう人もいるわけでしょ。会社行きたくない人が初動をどうするかみたいなことも同じなんだけど、そういう人がいいよね、うんうん、いきなりエンジンは、まあ、なかなか人間でかからないものだと思うので、そうそうそう、ってどういう負荷かっていろいろあると思いますけど、うん、まあ、軽めのものから一つ、うん、多分この人はそれが分かると、うん、そうかってかこう気負って書かなくてもよくなるから、はい、リストにどんどん出てくるし、出ちゃえばやればいいんでしょっていうふうなこと、一気に変わりそうですね。あ、全然変わると思いますね、うん、ということで、お届けしてきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。